どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルやっていきましょう。今回ねアップデートが来て結構大きな変更もたくさんあったんですが、結構ねみんなが気づかないような小さな変更もたくさんありました。例えばここの待ち受け画面っていうの、これ一番トップ画面のこの後ろのタイルがねピカピカちょっと地味に光っていたりだとか、あとはチャット、チャットがねこれ日本語だとすごく文字がでかい、これバグかもしれないんだけど、すごいね文字がでかかったりとか、あと宝箱を引いた時ちゃんと耳を澄ませておいてくださいね。今から魔法を引きます。なんか宝箱を引いた時に、なんかね今までとちょっと違う音がピコ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 みたいな、ほらこんな感じのね音が流れるようになりました。まあここら辺はね別に音が変わったからっつって特に何がない。おっ、わお、やっちゃいましたねスケルトンラッシュ。うわ魔法から来るとは、焦るわ焦るわ、全然焦りましたね。はい、ということでありがとうございます、ありがとうございます。こんな感じでね、今回のアップデートで細かい点がいっぱい変更されたんですが、バランス調整もね、実はサクッときて、で今回私的にあの一番ね、びっくりしたというか一番結構こう驚きだったのが、まあ、ファルチェの見た目が変わった。で見た目も変わったんですが性能もね結構高くなりました。なんと攻撃範囲、命中範囲が 10% ゾーンになったということで、今回のアップデートでねどれぐらい強くなったのかっていうのを今日はやりながらやっていきたいと思います。ちょっとね私ちょっと前から使っているジャイアントペッカデッキでねファルチェ入れているので、こちらでグランドチャレンジやっていきたいと思います。はい、行きましょう。あの U のチャレンジがねそういえばそろそろ始まるっていう感じなんですが、なんか U のチャレンジ今回から、あの今までね何周でも何回でもゲットできていたんですが、今回からなんか1回しかゲットできないらしいですね。あの U のをゲットできるのは1回までらしいので、あのむちゃくちゃ上手い人がね10枚も20枚もゲットしないっていうことなんで、結構私も1枚ワンチャン狙えるかなと勝手に思っております。さあ使っていきますよ。お、これはかなりいいファルチェを使えそう。さあファルチェ日より、あーっとここはディガーで抑えられてしまう。まあ仕方ないですね。ここでファルチェ、あーどうだろう、あんまり体感的に 10% ってなかなか感じにくいパーセンテージですが、今のちょっとファルチェじゃ分かんなかったな 10% はまあでもガゴ群れとかね本当に全然処理できなかったので、あのちょっと前までね、ガゴ群れとかに使っていきたい。ここはこうかな、 OK。 あ、そういえばランバージャックもね確かレイジの効果が 1.5 秒ぐらい長くなったっていうバランス調整が来たので、まあどうなんだろうな、レイジ自体がそんなにこう 長いと長いほどいい呪文じゃないので、長いと長いほどっていうかあんまりねこう、あとレイジが1秒長ければみたいな展開はあんまりないので、まあ、特に大きな変更ではないんですが、 OKOK、まあ、これは普通に勝てそうかな。うん、これちょっと悩むな、まあ、ローリングウッドで処理したいので一旦待って、 OKOK 一撃入った、ラッキー。さあここでジャイアント、こんな感じかな。さあここはもう左はライトニングとローリングウッドで多分落とせると思うので、おん落とせるよね多分。あ、ローリングウッドって100ないんだっけ。なんかねアップデートが何回も来ることによって、今回もなんか 4% あのローリングウッドのダメージ低くなるっていう噂だったんですけれども、結局低くならなかったのかな、なんか、うん、どの噂が正しいか分かんないけど、あのバランス調整の時にローリングウッド 4% 弱くなるよみたいな感じで発表されていたんですが、なんかバグが見つかってね確か来なかったんだよな。オッケー、あとはライトニングでフィニッシュですかね。はい、ということで、こんな感じでございました。ちょっとね、ファルチェ先生、なんだろう、ファルチェ先生が、
こう、 うわすげえファルチェ強くなったっていうリプレイではなかったので、ちょっとね何回か回して、ガゴムレか何かと当たった時に、までワープします。さあそれではワープレッツゴー。え、チーフパッド本物か、いや違うか、わかんないけど、チーフパッドってねあれなんですよ、世界で一番クラクラクラロア系 YouTuber で登録者が多い人の名前。本物だったらやばいな。私もね何回かお会いしたことあるんですけど、まあでも私はカタカナでドズルなんでわからないはず。オッケーオッケー、まあ、まずはリード。ハルチ先生はね先ほどから結構実はこれワープして結構何試合かやってるんですけど、まだファルチ先生、まあ普通に使ってはいるものの、なんかめちゃくちゃファルチじゃないとダメパターンはないですね。うん、やっぱ見た目の変化が強烈すぎて性能の強化はあんまされてないイメージあ、しまった、これはもったいない。これインフェルノ持ってたらやばいよ、インフェルノ持ってたら相当損。さあインフェルノだけは出すな。オッケー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 。で左ガーゴイルとか出してきてくれたらね、ハルチ、おーっとなるほど、そういうパターンね。オッケーオッケー、これは左入っていくでしょう。ナイスゲーム言ってるけど、あーもう一撃入らない。オッケー、ナイスゲーム。さあほぼ勝ち確状態かな。なんか偽物っぽいけどね、雰囲気、雰囲気で察するに。まあ、でただここね、ナイスゲームって あっちは惑わしてくるけど、三重視なんで全然逆転ありえますからね。最後までやっていきましょう。三重視か。結構ね、ジャイアントとかも三重視の、サンドバッグになっちゃいがちなんで、これはライトニング間に合わない。さあ、どうやっていく？左は大丈夫？右 OK、 左は大丈夫？さあここは打って OKOK、 これで多分右も左も落とせるんじゃないかな。ジャイアントパンチが入る。 OK、 ナイス。よし、あとは絶対にね落とし忘れないようにしないと。 OKOK、 左もローリングッドでいける。右はライトニングでいきますね。ローリングッド転がしといて、最後ライトニング。オッケー、ナイスゲームでございました。はい、ということでちょっとねファルチェあんまり変わらないなんかファルチェがおーこれ違うなみたいな使い方ができるまでね動画を撮ろうと思っていたんですが、まあ、そこまで大きく、さっき1勝0敗だったんですけど4勝1敗までね、やっていったんで、まあ、ちょっとね諦めますはい、ということで、またちょっとね今回のバランス調整でこれが変わったよとか、いろんな情報あればコメント欄とかで教えていただけると幸いです。あと有能チャレンジもね、もうすぐ始まるので、そちらもちょっと最速でね、有能チャレンジ12勝デッキとかも紹介、あでも有能チャレンジあれか、ドラフトチャレンジなのか、だからデッキ固定じゃないんで、またちょっといろいろなね、お得情報をお送りしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。